ちょっとあれ見てください。あれわかりますか？車ですね。あ、こっちにもありますね。こちらにも。あ、これもうめっちゃ響いてますね。時計が多くて、あっちこっちにその生首を転がしてたっていう。はい、どうもこんにちは。ブキミチャンネルのヤギです。今日はですね、こちら、大阪の能勢町にある、妙見山ですね。こちらのすぐここからちょっと先なんですけども、まあ関西の中でも、まあ、最強と名高い心霊スポット、特に絶対に行ってはいけない心霊スポットと言われている、潮木場、そちらの方に今から行きたいと思います、ね、今から野間水道の方に行きたいと思います、まあ、この辺りもねちょっとしたら霊が出るかもしれないので、あ、ちょっとあれ見てください。あれわかりますか？車ですね。めっちゃ古い景色の車が、え、これやば、誰かな、あ、木に当たって、これ事故車かもしれないですね。事故ですね。多分事故ですね。あ、すごい、これ、え、上から来て、ここにバーンと当たってしまった事故車ですね。あー。やば。やばいですね。ひょっとしたらこれ、はい、まあ、なくなってはないとは思いますけど、ひょっとしたら例になんか惑わされて、ハンドリングをちょっと誤ってしまったかもしれないですね。多分車の形式的にだいぶ前なんで、かなり時間経ってて、いると思いますけど、なんで放置してるんでしょうね。普通、直すと思うんですけどね。まあちょっと気持ち悪いですね。はい。じゃあそれではちょっと行きたいと思います。はい。それでは今ね、野間水道の方にまでやってきました。はい。ここからですね、この野間水道自体はすごく短いトンネルなんですけども、まあ、この短いトンネルの中で、霊を見たという目撃情報が多いようですので、まあ、これからね、ちょっとざっくりと見ていきたいと思います。はい。こんにちは。だいぶ響きますね。はい。これは、なんか前の写真で見たんですけど、それの時はあれですね、他の YouTuber とか見た時は、すごくこの辺、なんていうんですかね、落下してあったんですけど、今はだいぶ消されてますね。はい。ここはね、非常に狭い事情ですんで、もしね、これを YouTube を見て、何かね、霊的なものを映ったり、これ映ってるよっていう人は、コメント欄の方に書き込んでくれたらと思います。はい。さあ、どうでしょうね。まあ、ここはね、一応、今回のね、本丸である、潮木場ではないので、まあ、先ほどね、一応、動画だけさせてもらいたい。あ、なんかここはですね、結構、落書きありますね。こんなにここまで落書きしていくと、なかなか気合いの入った人が多いみたいですね。え、くの市かな？ん？まあいいか。はい。くの市かな？まあ、結構いろいろありますので、ね、まあ、ちょっと最後まで仕上げてほしいですね、こういうのは。なんかこう、こっちの面なんですね。ここはちょっと気合いない。こっちが気合いですけど、はい。これが一番気合いですね。まあ、ちゃんとね。制作過程みたいな感じですね。こっちはなんもないですね。こちらも特になんもないですね。それではですね、今、大阪の能勢町にある潮木場、関西でですね、絶対に行ってはいけないスポットって言われている、非常に怖い心霊スポットですね。そちらの方に今から行きたいと思います。もうね、今すぐ目の前まで来てるんですけども、あそこのところに、霊碑がありまして、まあ、そこのすぐ下にですね、小川が流れているというような状況でございます。ここはですね、昔、合戦時代ですね、そこの時代にですね、まあ、その、処刑人ですね、そこで処刑されて、その後、その首バーンと切ったやつを下でウォッシュみたいな感じで洗ってたっていう、そういう感じですね。はい。ウォッシュ？ちょっとルー大島張りになってあるんですけど、まあ、一応そんな感じの場所でして、じゃあ今からね、ちょっとそっちの方をぐるっと回っていきたいと思います。はい、行きましょう。はい。ここはですね、それ以外にも一応この近隣の村で、まあ、いざこざがあったわけですね。まあ、そのいざこざがあって、まあ、10人お互いの村から人を代表者出して、まあ、ここで処刑したっていう、そういったね、お話もあるので、まあ、ほんまどうなのかわかりませんけどね。はい。はい、まあ、トレーニングしたいと思います。はい。はい、ここですね。はい。今編集なしですぐ着きましたね。普通飛んでこう編集になるんですけど、今すぐ着きました。はい、こちらですね。はい、こちらに見えますのが、こちらで、潮木場にある、このね、なんて書いてるかわかんない、こういう石でございます。はい、こちらはね、一応霊碑となっているんで、まあ、こちらね、まあ、何か見える方いらっしゃいましたら、ちょっとね、はい。ちょっと一回で、ね、トリフィードの方をしてみたいと思います。これね、一応、
電磁波を測る測定器で、まあ、トイフィードは結構ね、おもちゃ的な要素があるんですけど、これガチのね、電磁波を測るやつなんで、まあ、これがね、反応したら、何かおるっていう形になりますね。はい。どうですかね。特に反応はなさそうかな。特に反応はしてないですね。あ、こっちにもありますね。こちらにも、あ、これもうめっちゃ響いてますね。これわかります？ちょっともしあれやったらアップで。これめっちゃ響いてますね。これ自然になってるのか、そうなんか呪い的なものをね、一心に受け継いで砕けたのか、まあ、どちらかわかりませんけどね。まあそれはいいか、どっちの。そんな感じですね。はい、で、こちらで、まあここですね。多分この辺ですね。多分この辺でこう首をこうバンといって、でその首を向こうで洗ってたっていう、そういう感じです。はい、怖いですか？一応心霊なんで、怖いですかね、これ。怖いですね。あ、よかったです。はい。はい、一応そんな感じです、はい。はい。今のところね、これ全然ちょっとね、反応が、電波も電磁波も全部反応なしですね。はいはい。とりあえずと、これトリフィールドよりもはるかに高性能ですね。はい。プロ用ですんで。はい。特に、こちらはね、まあ、小川がありまして、はい、ここ自体はですね、生首谷とか地獄谷って言われてるような感じですね。まあ、首をね、洗ってたって話なんですけど、まあ、なんで洗う必要があるのかちょっとわかんないですけど、多分血まみれやったんでしょうね。はい。ちょっとこれ結構急ですね。ちょっと気をつけてください。あ、すごいな。はい。これ結構、やばいですね。絶対落ちたらダメですよ。絶対滑ったらダメですよ。了解です。ね、今両手塞がってるから絶対滑ったらダメですよ。あ、これですね。皆さん分かりますか？大丈夫ですか？足元大丈夫ですか？こちらですね。小川ですね。はい。ね、ここ木が倒れてますけど、多分ここで洗って、ここに吊るしてるみたいな感じですね。で、乾かしてみたいな感じの。まあ、多分違いますけどね。どんなマフィで乾かすねんって言うんで。まあ、でもね、その処刑が多くて、あっちこっちにその生首を転がしてたっていう。まあ、だからね、非常に温暖がこもってる場所っていうのは、この塩木場っていうね。関西でも、まあ、この場所自体はすごい狭い場所なんですけど、なんていうんですかね、怨念自体はすごく、不気味にあるっていう、そう言われてる場所ですね。まあ、残念ながら我々ね、ちょっと、霊感がちょっと乏しいので、まあ、あんまり感じることはないんですけど、まあ、ちょっとこの動画を通してね、霊感ある人は何か感じるものがあるんじゃないかなと、そう信じてます。はい、じゃあ次行きましょう。はい、こちらですね。はい、小川がね、ずっと流れておりまして、これなんだ？あ、これはですね、小川の、あ、ちょっと雲とかあるんで、ちょっと撮影禁止ですね。はい。これ、アイさん絶叫の人にダメですけど。はい。で、こちら、あ、これですね、これ、これわかりますか？これ、これね、ちょっとこっちから見た方がいいな。これ、この岩ですね、これちょっと、灰のこれじゃないの、これ。こっちですね、この、こいつがですね、ここから、まあ、幽霊の声が聞こえるっていうふうに言われてる、この岩ですね。はい。でも、おそらくですね、この岩のすぐ後ろに、その川があるから、その怨念とかですね、そういうのがこの川で、まあ、首洗われてますからね、まあ、そういうのが渦巻いてて、まあ、そこの声がここを通して聞こえてるみたいな、まあ、簡単にはスピーカーですね、霊的スピーカーかもしれないですね。はい。まあ、一応そんな感じですね。ちょっとタイヤ戻してみますね。はい、はい、すいません。で、一応ここがこうなってまして、まあ、こっちですね。まぁ、ちょっとこっちの方に進んでみましょうか。こっちの方もね、多分、この上で洗っていったら、こう、仮の方にもきっと何かね、行くものがひょっとしてあるかもしれませんので。さあ、どうなんでしょうね。あ、これなんかちょっと飛び込み台みたいなのがありますね。これはどうなんでしょう。あ、これあれですね。飛び込み出ちゃうわ。これあれですね。多分、あ、これ多分砂防ダムですね。はい。多分こう、土砂災害とかあるために、まあ、ここで一回土砂をね、引っ込めるための多分砂防ダムですね。はい。あ、全然関係ないですわ。はい。ヤキさん、大丈夫ですか？いや、今ちょっとね、足元滑るじゃないですか、ね。でか引っ張れた感じが。はい。あ、大丈夫ですか？はい。大丈夫です。で、まぁ、ちょっとぐるっとね、回ってみましょうか。はい。いつかまさ、ちょっとごめんなさい。これね、
こういうね、とこ行くのは、これちょっとね、クモの巣が多いんで、こういうのね、こう、はい、やりながら行ったことね、ほんまダメなんですよ。クモの巣、えぐいっすね。えぐいっすね。だからこういうね、こう棒でこう、こうやってね、こうやってもらったら、これ、不気味チャンネルで、エイエイ棒って言ってるんですけど、まあ、こういうのでね、ちょっとね、やってもらった方がいいと思いますね。はい、そうですね、これは、どんどん木が倒れてますね。まあ、ちょっと雰囲気的にはちょっと、雰囲気的にはやっぱりね、ちょっとやっぱ雰囲気はありますね。ありますね。普段の行ってるとこも、だいぶね、やっぱ霊的なあれですけど、はい、ここはやっぱ、ここにそういったね、やっぱ怨念が渦巻いてるんで、だいぶ蓄積されてね、まあ、そういった恨みっていうのはなかなか消えないんで、多分だいぶね、長い間残ってるんだと思います。これ気をつけないでね。はいはい。やっぱり、クモの巣が非常に多いんで、危ないですね。まあね、ここはね、この妙見山自体が非常に強い霊山でありますんで、はい、まあ、この配信で、ね、僕ら感じなくても、多分何か映ってるものもあると思います。まあ、ちょっと、そこの場所で、まあ、ちょっとお経と、お焚き上げですね、ちょっとその行をさせていただいて、まあ、その後、ちょっと瓦の方もね、もう一度見てみたいと思います。はい。はい。はい、それじゃあ行きたいと思います。はい。はい。神々お経なんですけど、はい。はい。読んでいきたいと思います。神々お経？神々お経ですね。お経やるんですか？お経とか全然やったことない人がお経読んでるっていう。これも来ましたね。ね、来ましたね、また。人気っすね、ここ。あと皿洗い馬出すよね。そうですね。それはさっきの、ね、最後に、ハイライト入れてもいいかなと。一応これごまたんですね。はい。はい。一心に祈り立てまつる。この煙はかすかなれども天に通じて、天下れ様へたまえ、その時、天も観を、地震もの十、ジャグアンも上、ありがとうございました。どうも。びっくりした。あ、どうも。いけます？映っても。あ、大丈夫ですか？はい。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。なんかよくわかんない感じになって。怖いね。いやいやいや、まあ確かに不審者ですからね、こんなことから。今からですね。俺はもしあれだったら撮ってもらって、僕ちょっと瓦でね、ここ生首をね。皆さん分かります？まあ、多分分からないと思いますよ。僕たまにしか出ないですから。で、僕見たんだけど、多分今放送してるから多分そっちの方で見てはると思うんですけど、皆さん、はい、不気味チャンネルさんです。あ、ヤキと申します。どうも。ヤキさんです。はい、サブのサブなんでね、あんまりね表出ないんであれですけど、はい、今日はちょっと YouTube の撮影でね、ちょっと来させてもらってるんですよ。よかったらね、 YouTube の方を見てください。お願いします。はい、まあ、そんな感じで、ね、ちょっと今から瓦の方に行ってですね、ちょっと洗い物でもしようかなと思うんで、ちょっとここでね、こうバーンっていったやつをこう、はい、ね、ビチャビチャなやつをちょっと下でね、昔は洗ってたところがあるんで、まあ、それに習って僕らもちょっと今から洗い物にね、行こうかなと思って、はいはいはい、ちょっとね、家にちょっと汚れたタッパーがあったんで、それをちょっと洗いに行こうかなと。あ、はい、お気に入りですね。温めてもらってるようで、いえいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと僕ら、はい、瓦の方に行きたいと思いますんで、はい、と、はい、いうわけで。まさかの美咲さんとお話しすることになりました。会っちゃいましたね。はい、ちょっとお輪がね、今日今車に置き忘れてしまったので、はい、ほんまチーンっていうのがあったんですけど、まあ、それとは別にね、まあ、こういうのにちょっと代用させてもらいました。はい、これ実際やられてますからね。僕が適当にやってるわけじゃなくて、こういう宗派ではやられてるんで、お稲代わりに。はい。まあそういう感じですね。で、ちょっとね、下の方で、ちょっと洗い物の方をしていきたいと思います。はい。いやー、ね、かわいかったですね。ねえ。レアですよ。レアですよ。こんなとこで。危なんて絶対ないし、はい、
すごいですからね。ファンもめっちゃ多いですし。はいはいはい。すごいな。はい。でね、こちらの場所的にはどこがいいかな。まあ、ここはね、そのよくね、声が聞こえるってところなんで、まあ、この下の通りね、ちょっとやっていきましょうか。はい。みたいな。ちょっとね、汚れを落としてる感じですね。まあ、ここはね、もともと首をね、洗ってる場所ですんで、まあ、多分ね、何かしらの心霊現象になるんじゃないかなと思って、多分これ帰ったらね、血まみれになるんじゃないかなとちょっと思ってるんですけどね。まあ、そういうのをちょっと期待しつつ、ね、洗いもね、ちょっとやっていかないかなあかんかなっていう感じですね。オッケーですか。オッケーですかね。これ意味あるかな。これね、僕がこれなんか急に洗い物してるからおかしいなってみんな思ってるかもしれないですけど、これりょうさんのやれっていう話ですから、ね。りょうさん提案で。これすべてからりょうさんという。みたいです。はい、そういう感じです。はい、すみません、すみません。はい。いや、別に飛ばしてもいいですけど。はい、じゃあちょっと。1個読ませていただきます。お願いします。一心に祈り立て祀ると、この煙はかすなれども。あれですね、人間をそっちに向けてるのになりましたね。上に向けてるのになっていいんだけど、うん、なんでなんでしょうね。上ですね。多分目揺れるんじゃないですか。ね、いますか。多分僕らだいぶね、払いとかしないんで、多分いっぱい連れてきてるんで、ね。まあまあまあ、はい。ありがとうございます。とんでもないです。あまり邪魔したらあれなんで、ありがとうございました。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 お疲れ様です。じゃあ、ちょっとお綺麗ですね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。というわけで、本日ですね、プリムチャンネル焼きで、日置場の方で、ちょっと撮影させてもらったんですけど、急遽めっちゃの人間線になってますね。なってる。おかしいですね。うん、おるんちゃいます。まあ、おるんでしょう ね。多分だからこの動画にはひょっとしたら多分映ってるかもしれない。映ってるかもしれないですね。はい。まあ僕らね、あんまり映画がないので、うん、まあ無事帰れたらいいんですけど、この動画がアップされてるってことは多分無事帰れると思うんで。はい。すいません。皆さんお疲れ様でした。今日はですね、大阪、能勢町にある、仕置き場の方に、行ってまいりました。ちょっとね、我々は、ちょっとあんまり霊感がないので、わからないですけど、このね、動画を撮ってますんで、まあ、この動画の中にね、ひょっとしたら幽霊とか、そういったものを何か映ってる可能性ありますんで、霊感ある人はね、あとは波長が合う人ですね、そういった方は、動画を通じてでもですね、見れたり、ここに顔映ってるとか、まあそういうのもあると思いますんで、皆さんよければですね、コメント欄の方に、どしどしコメントの方をよろしくお願いします。はい、またですね、もしいいなと思ったら、グッドボタンとか、もしくはフォローの方よろしくお願いします。はい、それでは今日は不気味チャンネルの焼きがお送りしました。ありがとうございます。またねー。